山梨県で事前合宿やトレーニングをするメリットについて教えてください。はい、山梨県は自然が豊かで広々とした空間で練習できることが僕にとってすごいメリットだと思います。食事も美味しいですし、水もきれいで、スポーツをするにはやはり水は必要不可欠なので、そういった美味しい水を取ることで体の中も循環がしやすいと思いますし、何より広々とした空間で自分の気持ちよくトレーニングができることが一番のメリットだと思います。はい、それでは続きまして、山梨県で事前合宿をする上でおすすめの施設などがございましたら、特徴などを含めて教えてください。私にとっておすすめのできる施設は小瀬スポーツ公園だと思います。武道館や体育館をはじめ、サッカー場、陸上競技場、プール、たくさんの施設があります。そこにはウエイト場もありまして、筋力トレーニングもできますし、リカバリーを兼ねてプールを使用することもできます。陸上競技場はしっかりしたトラックもありますし、芝もちゃんとした施設があるので、サッカーや野球、テニス、たくさんのスポーツをできるところの施設があるので、おすすめの場所だと私は思います。